ペーレーネーの泉、アクロコリントス。ペーレーネーはギリシア神話の女性。長母院を省略してペーレネとも表記される。ペーレーネーはギリシア神話の女性である。コリントスのペーレーネーの泉の名祖。カシンアケローオスの娘で、ワタツミポーセイドーンとの間に、レケースとケンクリアースを生んだ。コリントスの二つの外交レカイオン、ケンクレアイは、この二人の名に由来する。また、 アルゴリス地方のケンクレアイもケンクリアースに由来するという。あるいはペーレーネーは、家臣アースオポストメトーペイの娘の一人、ヘーシオドスの作と伝えられている、オーエーホイアイでは、オイバロスの娘である。神話によるとアルテミスが誤って、ケンクリアースを殺してしまったので、ペーレーネーは、嘆き悲しんで泣き続け、ついに泉になった。この泉は、コリントス市内にあったが、 一説によると、コリントスをシーシュポスがアースオーポスにアイギーナの情報と引き換えに、アクロコリントスに湧き出させてもらった泉こそが、ペーレーネーの泉で、市内の泉はアクロコリントから地下を通って湧き出しているという。また、ベレロポーンがペーガススを捕まえようとしたのは、ペーレーネーの泉でのことだった。ありがとうございます。